梅端のバナナ並木と呼んでいるところに、ビワの木と人参に挟まれた場所に、石垣島の甘い種ありバナナと思われる親株ですね。と、水芽が結構出ている状態で成長しているんですが、昨年確認できた水芽は5本だったんですが、今数えてみたら6本あるので、これですかね、これが新たに出てきたんでしょうかね。大きい水芽はこれとこれ、それからその次に大きいのはこれですね。そうして、まあ、この水芽、小さな水芽程度のものがそちらにもう2本出ているんですね。これはちょっと水芽が多くなりそうなので、本年も1本だけじゃなくもっと出てくると思うんですよね。それで、まあ、例えばアケビとかムベの開花があまり思わしくなくて、収穫不良の年なんかには、もしこういう種ありの甘いバナナが収穫できれば、その代替品になりますから、水芽を、まあ、何本か掘り上げて他の場所にも植えておこうかと思うんですが、とりあえず今は大きめの水芽2本のうちのどちらかですねを掘り上げてみようかなと思っていますね。場所的に他の水芽との関係から掘り上げやすいのはこれみたいですね。そちらのも同じような太さなんですが、すぐ隣に小さな水芽があるんですよね。これはちょっと今年出てきたと思われる水芽と距離がありますので、距離といっても6、7センチだけですがね、これが掘り上げやすそうなので、これを切り分けてみようかなと思いますね。